天然といったら天然ですよ。
ぱりキノコってどうでした？ここ3日前で、3日前に1回。あ、本当ですか？
きましたら一緒に私と。少ないんですけども。あ、はい。こちらなんですけど。はい。まずこちらの方は奈良竹、はいはい、これは味噌汁にするとすごくやっぱ美味しいです、はい、それから白っぽいこちらのキノコ、はい、ブナの木に入れるブナハリタケ、はい、キノコです。これを天ぷらにしたり、あるいは肉と絡めて味付けしたのを2個食べていただくと味が染み込んでやっぱ美味しいです、はい、こちらですね、はい、煙竹って言うんですけど、はい、キツネの茶袋っていうのを言いますけど、thank you.
ちょっとあの下流の方、500メーターぐらい下流ですかね。ああ名景温泉っていうのがやっぱりあの温泉のマークがあります。ああでも今そこは水没してます。ああ それやっぱり水害でああですね。水害で水没して使えなくなって。で本当500メーターぐらいの距離しか離れてないのに、その馬場谷温泉は湯温泉。で元のまああの今水没してる名景温泉は単純泉だった。まあ昭和44年の水害の後2年後ここに800メーター下流のここにうちの父と母が建造して、もうやっぱりあのここはあのこうまあ温泉がまあ命でもありますし、で食事はない。白あの山菜とか秋はキノコ、まあ、そういったものをできるだけ取りにやはりお客様にも伝わるものがねあれば嬉しいかなとは思うんですけど、はい、どうもありがとうございます。鉄橋かかってるけど、はい、ここの写真みたいな吊り橋が、はい、
かかってきて、4、5年ぐらいなんですか。いや、それこそだから江戸時代とかって、ね、そうなんですか。はっきりした話は聞いたことない。ああ、そうか。だからここは温泉内部さん、はい、なかなか商売に行かないということで、源泉はみんな3軒とも一緒になってて、